西部州の一西部州は、ケニア南西部の州。州とは高めが。面積は8,309平方キロメートルで、2009年、の人口は433万4,282人。人口密度は521.6人、平方キロメートル。エルゴン山とビクトリア湖に挟まれたルヒア族の居住地を、中心とした地域が、西部州である。クエーカーが、 比較的に盛んである。主に熱帯に属する。高め川、年中高温多湿である。文後間は涼しくて湿潤である。ブシアは一番暑く、ビヒガ川一番涼しい。全体的に年中高雨が多く、特に年頭数ヶ月は雨季である。西部州では農業が主な生産手段である。文後までは砂糖キビ栽培が盛んで、無数の小さな製糖工場とともに、 ケニア最大の製糖工場の一つがある。食料として、トウモロコシを中心に陶人ビエモロコシ類が栽培される。落農も養鶏とともに盛んである。小規模ながら2年に一度の活霊式を中心とした観光客の巡回コースも重要な観光資源となっている。カカメガでも食用と換金作物の両方が栽培され、砂糖キビの栽培も盛んで、 二つの製陶工場がある。カカメガの森にも多くの観光客が訪れる。ブシアは、溝ヤ川の洪水にたびたび見舞われてきた。主な産業は、ビクトリア湖での漁業である。サトウキビなどの換金作物の栽培も小規模に行われる。主食はキャッサバで広く栽培される。ビヒガでは、茶の栽培が盛んであり、また農村部における人口密度が、ケニアで最も高い。 工事用の採石と落農が盛んである。ケニア西部には、製糖工場を含め、大工場が多く、その中でも大きいのがカめが西部のムミアスザ島である。この製品はケニアでも有名ブランドであり、経済モデルとされている。文ゴマのウェブへのパンアフリカンペーパーミルズの工場も、アフリカ最大の製紙工場である。これら以外では、生活水準は低く、 電気や水道なども行き届いていない。伝統的区分では西部に武士屋、北部に文ゴ間、東部にカカメガが置かれていた。ありがとうございます。